ツナ缶の黄身おろし和えを作ります。ツナ缶はオイル漬けと水煮のツナ缶があるんですが、どちらを使っても大丈夫です。楽うま瀬尾食堂。水気または油っ気をぎゅーっと絞っちゃうと、カサカサになっちゃうので、ちょっと絞るぐらいな感じで水気を切ってください。出来上がりです。これはマヨネーズを足して食べてもいいし、ポン酢をかけて食べてもいいし、お醤油をかけても美味しいです。そばつゆでもいいです。皆さんがお料理を普段ねする中で、これはどうすればいいんでしょうかっていうこととか、困ってることがあったら、こちらの方に寄せてください。これは教えてあげたら大変喜ばれそうだっていうのは、じゃんじゃんお答えしていきたいと思います。